し法律の足がかりをつけた秀吉は大正11年1883年9月より石山本願寺の跡地に大仏像を建てました。大正学院の建物は大阪城は神を受け入れたかれて見るものを見せました。新米のお前さんは違うんだろうが、この城を作るのに毎日5万の人が働いておるんだぞ。こんなにたくさん働いておるのか。大切なものだろう。石垣だけじゃない、このお城は本当にとてつもない大きさじゃ。これほどの城は40分歩いてもない。